第8節心の力が未来を決定する霊能力などの超能力や UFO などの超常現象の公開実験をすると肯定的な結果が出る場合もあれば否定的な結果が出る場合もあり一定しませんこの時よく調べてみると肯定的な見解を持つ人が超能力や超常現象があると信じて実験すると 肯定的な結果がが出る場合が多く、そんなものはインチキに違いないという否定的な見解を持つ人が疑いの心を持って実験すると否定的な結果が出る場合が多いことが分かっています。これは人の心が実験結果を左右する例といえます。最先端の物理学である量子力学では、 物質を構成している究極の粒子である素粒子などの運動は確率的にしか予測できないことがわかっています。これを不確定性原理といい、原理的に物質の運動の未来はある一定の確率をもってしか予測できないとされています。しかし、最近のある物理学者の研究では、人間の思いである想念が、 素粒子の運動に影響を与えるという現象が存在することが分かってきましたこのことは物質の運動の確率でしか予測できない未確定な部分の決定に人間の思いすなわち想念が影響を与える可能性があることを意味しています要するに人間が心を込めて念じれば物質の運動に影響を与えることができるという驚くべき現象が 科学の立場からも実証されたわけです。人間の心の思いである「少年」が物質の形に影響を与えるという現象を証明する証拠写真が存在していますペットボトルに水を入れそのペットボトルにいろいろ文字を書いた紙を貼り付け24時間後に水を冷やして結晶を作りその形を写真撮影したものです 愛、感謝、真理などプラス思考の言葉の文字を書いた紙を貼ったボトル内の水は美しい結晶を形成しました。反対にバカ野郎ダメなどマイナス思考の言葉の文字を書いた紙を貼ったボトル内の水は見られた形の結晶しか形成しなかったのです。肉眼ではわかりませんがプラス思考の文字が近くにあるだけで水の微細構造に変化が起きて。 そのの結晶構造が変化するのです。他にも水に対して「ありがとう」とか「きれいです」という愛や感謝に満ちた言葉かけをした場合と「若者」とか「ダメだ」という怒りの言葉かけをした場合とでは水の結晶構造に変化が見られることが観察されています。ですから愛や感謝や憎しみ等といった人間の心の思いである想念が。 水の物理的存在状態に影響を与えていることになります経験的に育てている花など植物に毎日感謝の言葉かけをすると元気になるという話はよく耳にします人間の体の70%は水で構成されていますこのためその微細構造が調和に満ちた美しい構造をしているかそれとも 不調和な乱れた構造をしているかは、その人の健康に大きな影響を与える因子になると考えられます。このことは、東洋哲学でも証明されている、諸行無常の原理と同じ現象を意味しています。もろもろすなわち、すべての現象の行く末は常一定ではない、という原理です。結局は、そこに良い縁を与えれば、良い方向に向くし、 悪い縁を与えれば、悪い方向に向くのです。良良いい縁とは良い想念であり悪い縁とは悪い想念のことですから人間の運命が良い方向に向くか悪い方向に向くかはその人の思いすなわち想念次第であるということになりますアメリカの有名な天文学者でブラックホールの名付け親でもあるジョン・ウィラー氏は量子力学的な確率を 物理的な宇宙と合体させるためにはそれを観測するもの人間が必要であるしたがって宇宙はその中に観測者が存在するときにのみ実在すると言い切っています彼の難しい言葉の意味する内容を簡単に言えば人間が宇宙を観測したから宇宙は存在するようになったと言っているのですすなわち すべての存在は人間があると思ってみるから存在するのだというわけです。極端に言えば、太陽や月や星は、人間がそこに存在すると思ってみるからそこに存在するのである、というわけです。従って、観測者たる人間がいなければ、この世には何も存在しないことになります。ギリシャの哲学者プロタゴラスは、 人間は万物の尺度であると説いていますしこの考え方は仏教哲学の有意識論後に述べますと完全に一致しています病気の場合も人間が自分が病気であると思っているから病気になるのだということになり自分は病気でないと心の底から思うことができれば病気は消滅するということを意味しいています心の奥底から 自分は健康であり病気ではないと信ずることが病気を治癒させる方法となるのです。しかし、現代人は心に念ずることが実際の力になる、などという現象は絶対に信じないし、また、精神的なストレスや疑いの念が多すぎるために、真相心理にかなり抑圧による歪みを生じており、 思ったたりり信じたりしたことが簡単に実現するような心の力を失ってしまっているのですこのため深層心理の抑圧を取り去って素直な心に戻し信ずることは実現するというような心に強制するためにはある程度整備された精神療法のテクニックが必要です次に心の力による奇跡的病気治癒の実例を示します